格闘技の試合に欠かせないのがレフリーの存在です。試合を正しく裁き、何よりも選手の命を守るのがレフリーの仕事です。しかし悪態つく選手がいるのも事実で、試合の治安を守るのもレフリーの仕事です。今回はそんなレフリーが選手より強かった試合6戦をご紹介していきます。最初にご紹介する試合は佐藤義弘対ジョーダン・ピケオの試合です。この試合のレフリーは和田良学レフリー。和田レフリーは格闘技経験者で、一部の道場では3分間であれば最強の男と道場で噂されているほどです。現役時代にはディープ2001フォースインパクトでプロレスラーのアステカと対戦し、1ラウンド2分54秒で KO 勝ちをしています。この試合は実力者である和田レフリーの迅速な判断、そして素晴らしい試合さばきが目立った試合でした。試合開始早々から打ち合いの展開で、技術身体能力ともに上回るジョーダン選手が優勢になっていきます。迎えた1ラウンド2分45秒、一瞬棒立ちになった佐藤選手をすかさずジョーダン選手が猛ラッシュ。佐藤選手は崩れ落ちますが、なんとかカウント8で立ち上がり試合続行。なんとか1ラウンドを持ちこたえましたが、ジョーダン選手はゴングが鳴っているにもかかわらずパンチの連打。ここで和田レフェリーが動きます。危険を顧みず体を張って止めに入ったのです。しかしながらパンチの連打は続き、そのまま勢いのあるジョーダン選手の左フックが和田レフェリーにクリーンヒット、リングに倒れ込みます。解説者もあーっと和田レフェリーにもと思わず絶叫するほど、この時なんと前歯が折れてしまったそうです。苦悶の表情を浮かべながらもなんとか立ち上がります。そして1分のインターバルを挟み、なんとど根性で2ラウンド以降もレフェリングを続行。最後まで仕事をきっちりこなしたのでした。私だったら半べそで歯医者へ直行です。イギリスのレスターで開催された MMA イベント10戦目、ナシアス・フレデリック対アフマド・アスワットの試合です。この試合のレフリーは UFC やベラドールでもレフリーを務めているレオン・ロバーツです。レオンは幼い時から UFC のトーナメント戦を血眼になり何回も見返しながらオリジナルのトレーニングに取り組みました。そして大人になってからはイギリスの格闘技スクールに通い黒帯を取得。その後はインストラクターの資格を取得しました。プロ格闘家へのコーチングもします。そんなレオンはある時献身的かつ的確なレフェリングが評価され、さまざまな団体にレフリーとして呼ばれるようになり、レフリーに転身。そして今回ご紹介する試合はレオンのレフェリングが大活躍した試合です。試合開始するとお互いにパンチを振り回す展開に。1ラウンド残り40秒、フレデリックの強烈な左フックがアスワットの顎を捉えました。そのまま後ろに倒れたところをパウンドのラッシュ。完全に気を失っているアスワットでしたが、フレデリックはパウンドをやめようとしません。危険を察知したレオンレフリーは2人の間に入りますが、フレデリックのパンチは止まりません。ここでレオンレフリーが動きます。レオンレフリーは完全にいっちゃってるフレデリックを力で抑え込みました。フレデリックのバックを取り体を引き剥がしたのです。そして完全にバックチョークの体勢。あと少しでフレデリックも行っちゃうところでしたね。レオンレフリーは自分の体を犠牲にして選手を守ったことにより、イギリスで最高の MMA レフリーの一員として評価されたのでした。続いての試合は2017年6月18日、埼玉スーパーアリーナで開催された K-1 ワールドグランプリ2017ジャパン第2代スーパーウェルター級王座決定トーナメントでのタケル対ブバイサーパスハイフ戦です。この試合のレフリーもまたもや登場、和田レフリーです。和田レフリーの詳細は説明していますので割愛しますね。1ラウンドブバイサ選手は前後にステップを踏みながら強打を狙います。タケル選手の前蹴りを避けながらリングを回っていきます。そして中に入ってきたタケル選手の左ボディに合わせ左フックを振りかざします。タケル選手は前蹴りや左ミドルを放って前に出ますが、そこへブバイサ選手の左フックがヒット。タケル選手は一瞬顎が上がります。タケル選手の圧力を足で駆使してリングを回りかわしていくブバイサ選手。そして事件となったラウンド終盤、残り10秒の拍子木が鳴り、タケル選手が放つ右ストレートに合わせてブバイサのカウンターの左フックがヒット。タケル選手はラウンド終了と同時に前蹴りを放ちますが、この足をブバイサ選手に掴まれ少々乱暴に扱われます。1ラウンド終了のゴングが鳴るも両者は睨み合い、一触即発の空気が流れます。するとなんとブバイサは両手でタケル選手を強く突き飛ばします。これは反則行為です。会場は騒然。怒ったタケル選手がブバイサに食ってかかりますが、すぐに鉄壁の和田レフェリーが両者の間に入ります。そしてなんとブバイサの頭部を和田レフェリーが両手でがっしり押さえ、アッチョンブリケと言わんばかりのホールド。ブバイサの動きを制止したことで乱闘に至らずに済んだのです。試合はその後3ラウンドにタケル選手のボディーブローが炸裂、 KO 勝利を収める名場面となったのでした。実はこの試合ブバイサが 800g オーバーで前日計量をクリアできず、試合の実現が危ぶまれていました。しかしタケル選手が男気を見せ、減点なしかつグローブハンデなしでの試合を行いたいと希望し、 K-1 実行委員会がこれを認めたことで実現した経緯がありました。もしかしたら和田レフェリーの行動はタケル選手や観客のフラストレーションを代弁するものだったのかもしれません。
続いての試合は2011年に行われたジ・アウトサイダー本田朝希対桜井貴博の一戦、プロ格闘家対アマチュア選手の対決となったこの試合、この試合のレフリーはみんな大好き和田レフリー。では早速試合を見てみましょう。プロ格闘家である本田選手が反則となるグラウンド状態からのバッティングが入り、口頭で注意を受けます。それからまたもや反則の顔面への膝蹴り、これにも口頭で注意を受けます。これに怒った桜井選手は報復とみられる顔面への肘打ちを何度も繰り返します。見かねた和田レフェリーが割って入り、今度は桜井選手を注意、そして減点されます。しかし桜井選手は一切反省する様子を見せず、その後も怒りが収まらなかったのでしょう、反則行為を繰り返します。全くかすりませんでしたが、サッカーボールキック、怒りに任せてのヘッドバット、そのヘッドバットをもろに食らった本田選手がダウンし、試合が中断します。この異常事態にリング下で見ていた主催者の前田明氏も怒りの説教をしています。本田選手にドクターチェックが入りますが、ダメージが回復せず試合再開不可能と判断され、試合終了。桜井選手の反則負けとのジャッジが下されました。しかし反則負けと言い渡された桜井選手は両手を挙げ、かなり誇らしげ、なぜかドヤ顔で、もはや勝利した選手のような立ち振る舞いを見せます。反省の色は一切見られません。しまいには本田選手に対して、うわという言葉を投げかけます。それを聞いた和田レフェリーは桜井選手に詰め寄り、弱じゃねえよおめえ、やるか俺とじゃんと一喝。すると桜井選手は、即答、頑張って生きり散らかしたのに秒で尻尾を巻くのはちょっとかっこ悪いです。この件について和田レフェリーは、プロの本田選手が試合を引き受けてくれた、それなのにプロに失礼だと後に語っています。どうにも怒りの収まらない本田選手が桜井選手に詰め寄り、あわや乱闘寸前の事態に発展。マイクを握った本田選手は、ルール守れねえやつだよ、リングなんか上がってくんじゃねえよと不満をぶつけるのでした。いつもは温厚な和田レフェリーが桜井選手に対して一喝した背景には、この試合を最後に引退を決めていた本田選手の憤りを代弁する意味合いがあったのかもしれません。続いては2020年12月4日にシンガポールで開催されたワンチャンピオンシップワンビッグバンでのマラット・グレゴリアン対イヴァン・コンドラチェフの試合です。試合が始まるとコンドラチェフがミドルキック、そしてボディへのパンチの連打で攻勢に出ます。一方立ち上がりは静かなグレゴリアン、相手に打たせてコンドラチェフとの距離、懐の深さを確認します。様子見が終わり、グレゴリアンは奥足狙いの強いローキックなどで反撃に出ます。1ラウンド後半、コンドラチェフのカウンターの右フックがグレゴリアンの顎にクリーンヒット、膝をつきダウンを取られます。場内は騒がしい雰囲気となりますが、試合は続行されます。2ラウンド、ゴングとともにグレゴリアンは前に出ると、強烈なローキック、ミドルキックを中心に攻勢に出ます。コンドラチェフは徐々にグレゴリアンが放つローキックのダメージが溜まってきてる印象。そして迎えた2ラウンド1分40秒、ゲージ際までコンドラチェフを追い詰めて、グレゴリアンが放った会心の一撃のボディショット、コンドラチェフのレバーをえぐり尻餅をつくように崩れ落ちます。しかしまだ追撃をし続けようとするグレゴリアン、その時強すぎるレフリーが動きます。崩れ落ちたコンドラチェフの頭部にグレゴリアンが膝蹴りをかまそうとしたところを、左手一本で最強グレゴリアンを吹っ飛ばしたのです。まさしく強すぎるレフリー。今やグレゴリアンはワンやK1などの格闘技界を代表するファイターです。その彼を難なく片手で吹っ飛ばすという力技、これを見たゲスト解説の高橋良吾も、このレフリー相当力強いですねと褒めたたえました。次の試合は選手の命を守った最強レフリーです。この試合はカンボジアで行われたムエタイマッチ、対戦カードはネイマール・パイミンバリー対ソウ・ソラバサナです。両者ともカンボジアを代表するハードパンチャーです。そしてレフリーはシティッチャイ・イネイアドレフリー。この試合でレフリーが選手の命を救ったと言っても過言ではない出来事が起こります。イネイアドレフリーが選手を守ったとして大変話題を呼び、ロシア国内において格闘技のレフリーの地位を上げるものとなりました。過去にも同じムエタイの大会で別の役員がその行いを実践したこともあったそうですが、当時はうまくいかなかったらしく、今回はその過去の教訓を生かしたそうです。2ラウンド、ソラバサナが近い距離から角度がついた左肘で攻撃、これはヒットしませんでしたが、そのまま体の軸を旋回させて右肘を繰り出します。そしてパイミンバリーの顎にヒット、その瞬間にパイミンバリーは失神、そのまま後ろに倒れてしまいます。しかしここでイネイアドレフェリーが動きます。瞬時にパイミンバリーの頭に手を添えながら一緒に倒れたのです。イネイアドレフェリーのとっさの判断力のおかげで、パイミンバリーは後頭部をリングマットに叩きつけることなく、ダメージを最小限に留めることができました。格闘技においても最も多い死因は後頭部をキャンバスに打ちつけることです。ダウンしただけですでにダメージを負っている状態で、そこからさらに後頭部へのダメージが加わることとなると、まさに火に油を注ぐ状態です。この試合はロシアのテレビ局がニュースで取り上げたほどでした。レフェリーが体を投げ出して選手が後頭部を強打しそうなところを守ったこの行為がなかったら大惨事になっていただろう。
レフェリーは格闘技において報われない仕事だ、試合を止めるのが早すぎだとよく批判を受けるからだ、しかし今回の選手の命を救った行為を否定する者はいないだろうと大変話題になった試合でした。レフェリーとはあくまで選手の命を守り試合の治安を守る存在ですが、場合によっては選手より目立ってしまうこともあります。それが次の試合のレフェリーです。こちらの空手の試合ではレフェリーが選手より目立っちゃいました。2人の空手家は防具をつけた状態、試合開始と同時に激しい攻防が繰り広げられます。道着のつかみ合いが続くため審判はブレイクの指示をしますが、白道着の空手家は興奮しているのかレフェリーの制止を振り払いパンチを放とうとします。ここでレフェリーはブチ切れ、白道着の袖を掴んで腕を止めると右の正拳突きを一発かましました。この一撃で白道着はたまらずダウン。その流れのままレフェリーはなぜか青道着にも横蹴りをかましたのです。無防備にもこれを食らった青道着もダウン。まさか両選手を審判が倒してしまうという異常事態に慌てて副審たちは駆けつけますが、なぜか一番最初に駆けつけた副審も見事に吹っ飛ばされてしまいます。もう怒り狂って誰にも止められない状況です。しかし最後は4人の審判団に羽交い締めにされて試合終了。観客席からは謎の拍手が起きました。皆さんもレフェリーの制止を振り払ったら吹っ飛ばされるかもしれないので、くれぐれも気をつけてくださいね。続いてはターミネーターミルコクロコップといきたいところですが、スタバの新作が出たので買ってきます。次のファイトでお会いしましょう。それではまた。